笹の川酒造株式会社は、福島県郡山市に本社を置く、種類醸造会社。日本酒や、焼酎の製造販売がメインだが、東北では、日華ウイスキーに続きウイスキー製造免許を取得し、チウイスキーも手掛けている。戦後間もない1946年に、ウイスキー製造の免許を取得、ウイスキー作りが始まった。チウイスキーブームで、 全国的な人気を得るが、国内市場の低迷により、販売量が減少し原種蒸留を停止した。その後は残った原種や海外から輸入した原種をブレンドした商品の販売を行っていたが、2010年代からのウイスキーブームの再燃を受け、2016年には、酒蔵に設備を導入した、浅霞蒸留所で、原種蒸留を再開することとなった。 チェリーウイスキー X963 シリーズ2003年に埼玉県羽生市の酒造メーカー東和酒造の社長の悪と一郎は経営不振により同社を日の出通商へ営業上とすることを決定した日の出通商は同社のハブ上流所のウイスキー製造設備貯蔵ウイスキー原酒を廃棄処分しようとしていたが それを惜しんだ、イチ一郎が笹の川酒造に貯蔵庫を曲がりする、協力を取り付け、2005年に笹の川酒造から、イチローズモルトが発売された。その一方で、アイチ一郎は2004年にベンチャーウイスキーを設立し、2007年に自前の秩父上流所を完成させて、以降は、イチローズモルトは、ベンチャーウイスキーから販売されている。 2008年2月に開催されたウイスキーマガジン社のコンクールにおいてイチローズモルトは国内6部門の中の2部門で日本一の栄冠に輝いた。ありがとうございます。